豊島屋の白酒本校では、東京都千代田区神田猿学長の豊島屋本店が扱う白酒について説明する。豊島屋の白酒は、江戸時代から知られる名物であり、山なれば富士、白酒なれば豊島屋と歌われるほどであった。毎年2月の売り始めの日には、この白酒を求める客が、江戸のあちこちから大勢訪れたために半日で、売り切れたと伝わる。 豊島屋の白酒は、江戸名所杖や川流、京化などの題材として、多く取り上げられたほか、現代でも、佐伯康秀の小説、鎌倉貸し取り物控えや平岩弓江の小説、御宿川蝉に登場するなど、江戸情緒を今に伝えるものの一つである。かつて人間の寿命が短かった時代においては、五石区は、人生の重要な節目として扱われていた。 女の子の成長を祝う行事としての桃の節句は後、節句の一つで日本で古くから伝わってきた人形信仰と中国の上司の節句が結びついて生まれたものと言われる。日本の人形信仰は、紙や草を材料として作った人形で体を撫でて、汚れを人形に移して払い、その人形を川や海に流す風習で流しびなの原型とされる。中国での上司の石膏は3月で、 最初の実の日に行われていた。この日には、川耳を清めて、浮上を払い、桃の花びらを入れた、桃花酒を飲む習わしがあった。桃の花には、真、ま、や穢れを払う力があると伝わっていて、中国では、神聖な木としてあがめられていた。ただし、日本人の味覚に、桃花酒はなじまず、江戸時代からはひな祭りに白酒を飲むようになったという。桃の花には白いものがなく、 すべてピンク色である。そこで、桃の褐色に対して、白酒を用いて、赤と白の対比で一月を祀る象徴にしたと伝わる。桃の花白酒の色は邪気を払うとされ、縁起物として扱われる。古来の製法は、上手に蒸したもち米を加え、さらには、麹も加えて仕込んだ上で7日ほど熟成させてから、すりつぶしたものをこさずに引用とした。現在の製法に近づいたのは、 江戸時代中期以降で、焼酎もしくはみりんをベースに製造されるようになった。出来上がったものは甘みがあり、濃厚で白く濁っている。甘い味は、下戸、婦人、子供の飲むものと評される。色白く絹を練ったようにスベスベとしていたので、練り絹の酒とも呼ばれ、初しも雪月花などの別名でも呼ばれていた。農学者で、東京農業大学名誉教授の小泉武雄は、 ひな祭りに白酒が用いられるようになった理由について甘い味で女性向けということだけではなく白酒の色が持つ意味にも言及している白酒の白は花嫁の角隠しや白むくなどのように純粋むくを表す色であり白をテーマカラーとするのが女性のお祭りの特徴とする昔の子供は初セックを迎えることもなく死んでしまうことが多かった 子供が無事に冬を越して、初節句を迎えることができれば、もう大丈夫であろうということで、桃の花びらを白酒に浮かべて飲ませた。これは、100歳生きるようにという願いを含んだなら足でもあった。広告、歴史学者として知られる、樋口清は、1959年の食生活3月号に掲載した、食品の歴史白酒で、白酒の起源について、 いつ頃から始まったかは、不幸にして決定する資料が見つかりませんと記している。樋口は、同期時において、白酒の層、連酒という説を取る場合には、戦国時代にあたる1468年に、成立した、壁山木録にその名が見えることを挙げて、すでにこの時期から存在したものと推定した。すでに記述した通り、白酒は蒸した餅米に焼酎もしくはみりんを混ぜて、 作るものである。日本酒やビールのように発酵によって、アルコール分が生成されたものではなく、すでに出来上がった酒を混ぜて作り上げた、混成酒である。江戸時代の英利百科事典として知られる、和漢三サ図ズへ成立では、その製法について、案ずるに、白酒は、餅の精米七章を用て強めしと、なし、一斗の酒中に漬け、固く、これをフーズ。春夏は三日。 秋冬はいつかにして口を開き、箸を持ってその飯粒を溶き分け、舐めて、これをミムルに、甘みを小ずるを持ってと飛ばし、おれんて、これを磨く、白色乳のごとく甘みなりと説明している。おおよその成分は、八パーセが8%余りと糖分が28%、前後が固形分の主体である。白く濁った色は、米の澱粉に由来するもので、甘みは多量に含まれた糖分からである。 アルコール度数は5から6%ないし8から9%で、日本酒よりは低いがビールよりは高い。白酒で特になだかかったのは、九州、博多で作られた白酒であった。室町時代の末からその名は有名であり、すでに桃の節句と白酒の不死で述べた通りその色合いを練り木ののようだと形容されている。和漢三サ,サイズへより古い知事、洋州不死成立によると、 今ところにてこれを制す。元筑前博多の練習に習いて、これをかす。その色白きこと連のごとし。ゆえに、練習と称すという記述があるため、博多から江戸まで製法が伝わってきたことがわかる。博多の白酒は天下一と評され、福岡藩の黒岳から徳川将軍家に毎年の献上品として選ばれていた。 江戸時代の白酒は、桃の節句だけの飲み物ではなく、平時にも飲まれていたという。白酒は、関東では、山川白酒、関西では、東白酒、駿河では、富士白酒などと呼ばれていた。江戸においては、神田鎌倉菓子の豊島屋が商う白酒が広く、知られていた。豊島屋は、関東大震災や、第二次世界大戦による空襲などの影響で、 古記録を失っているものの、創業は1596年まで遡ることができる。創業の地は江戸城外堀沿いの鎌倉菓子であった。この鎌倉菓子は江戸城の不審や修理のために城の内堀に作られたもので、相模国から船で運ばれてきた資材を鎌倉の商人たちが取り仕切っていたことからそう呼ばれるようになったと伝わる。都島屋の初代十右衛門は、 北地国の出身であった。十江門は、鎌倉菓子で、酒屋と立ち飲み屋を兼ねた商内を始めた。当時は、下り酒と言われた灘や伏見の酒を安価に売り、儲けはその秋樽を売ることで出していた。原文年間の初め頃に、豊島屋は店を改造して豆腐を作るようになり、店頭ではその豆腐を焼いて、田楽を売り出した。自家製の豆腐を使って安価で、 売り出した田楽に加えて酒も安く提供したため、世間の評判となった。店には、近くで働く職人たちは言うに及ばず、武士たちもこぞって、店を訪れるほどであった。文化文世紀に書かれた、我が衣という随筆では、当時の店の賑わいを次のように描写している。片店に豆腐作り、支店にて田楽を焼く、豆腐一丁を十四に切る、花肌、大きなり。 豆腐が家は売らず、手前の田楽となり。田楽を大きく安く見せ、酒も多く継ぎて安く売りゆえ、当然には二商人、中間、小物、馬し、籠の物、仙道、日雇い,い、小敷の類を多くして、門前に売り物を卸しをきて酒を飲む。我が頃も都島屋は、樽酒の売り根元の店より安価だったため、大名屋敷からの注文も来るようになった。島屋の酒は、 旗本や、役人の寄り合いがある時には必ずその場に出される、ほどに信用されていた。新川筋の酒問屋が、金回りが悪くなった際に、原価割れで酒を、としまに持ち込むと、量の高を問わずにすべて引き取った。引き取った酒は一両日中に全部、飲み尽くされていたほどの人気であり、食文化研究家の長山久夫は、酒の、薄利多売、 現金や数理の元祖と指摘している。豊島屋は、完成の改革の時期に、江戸商人実決に挙げられるまでになり、徳川幕府の財政金融政策にも協力を求められるようになった。1824年に、大阪の中川宝山堂が出版した江戸全域の買い物案内書、江戸買い物読案内では、鎌倉菓子には醤油酢丼や、名村丼や、下り笠丼や、 畳表問屋、瀬戸物問屋、わらびなは問屋などの豊島屋一族が店を並べていた。そのため、鎌倉菓子ではなく、豊島屋菓子と言われるほどであった。豊島屋の名をさらに高めたのは、毎年の桃の節句前に売り出す白酒であった。桃の節句に白酒を飲んで邪気を払うようになったのは、中世末のことであるが、白酒が庶民の生活にも浸透したのは、 江戸時代になってからである。白酒の浸透は、桃の節句のひな祭りが豪華になっていくのと、比例していて、ひな祭りに欠かせないものとなっていった。文化年間に成立した諸国風俗文副党によると、ひな祭りには、白酒と答える藩が多かったという。その頃の江戸では、ひな祭りが近づくと白酒売りが、山川白酒と書いた桶に赤い布をかけ、 その桶を天秤棒で担いで売り歩く姿が見られた。江戸では宮崎町の矢野屋や芝の四方屋の城酒も、名高かったが、一番人気があったのは、し島屋と言われる。し島屋は、江戸での城酒の元祖として知られ、山なれば富士、城酒なれば、し島屋と歌われたほど名高かった。その起源としては、次のような話が伝わっている。都島屋の当主重右衛門が見た、 ある世の夢に、神のひなが現れ、白酒の製法を区伝した。無国に従って、白酒を作ってみたところ、極めて微味なものが出来上がったという。十江門の夢枕に現れた神のひなは、戦争時の境内に祀られていた淡島明神が、返事た姿と言い、出来上がった白酒を、江戸の草分けとして売り出して、江戸中に評判になったと伝わる。白酒は、 桃の節句前の2月25日に売り出された。売り出しの直前にはお披露目の馬車が毎年江戸市中に繰り出し、各所で売り出しの工場を読み上げた。工場の内容はおおよそ次のようなものであった。昔徳川入国のその以前より草明けと人も知ったる豊島屋は江戸名所図へその他の古き文にもあるごとく、すなわちこれが自慢の白酒。 下コの殿方、ご婦人やお子様は、モーすに及ばず、たとえ上後の殿方でも、ちょっと一杯召すときは、目元ほんのり桜色、どこか心の春め目着て、さを忘れる、やよい道、ひなの節句を当て込みに、今年も売り出しいたしますれば、えいとえいとうを求めを、一とえに願い立てまつります。売り出しの当日には、江戸のあちこちから白酒を求める人が退去して、押し寄せた。 長谷川節丹が挿絵を手掛けた江戸名所図への鎌倉町と島屋支店白酒を小図は当時の様子を詳しく描写している。当日は店の前に竹洗いを巡らせて酒醤油賞旧猿港の看板を掲げ、その日は白酒のみを販売した。あらかじめ客には切手を買わせ、左側の扉を入り口、右側を出口とし、一方通行に並ばせた。 入り口上に設けた矢倉には、トビと医者が待機していて、もし体調を崩したものが出た場合には、トビが飛び口を用いて、倉上に引き上げ、医者が手当てをして帰宅させたという。白酒は発売初日の昼頃には売り切れ、1400樽が空となり、売り上げは数千両に上ったと言われる。入手が容易ではなく、毎年売り始めてからわずか半日で売り切れになる。 始末だったので、男女の関係になぞらえて、君はただ、鎌倉菓子の白酒かもう切れたとは、連れなかりけるという教科が読まれるほどであった。1813年には、売り出し日に事故が発生した。この年は、白酒の売り出し前に、三河町の湯屋からのもらい日で、都市屋が反焼したため、売り出し日を変更して2月19日の半日のみとした。 売り出しの時間が普段よりも短かったので、通常よりも多くの人々が白酒を買い求めに集まり、即死者一人、怪我六人という騒動に発展した。この惨状を目の当たりにした町役人が販売の中止を言い渡したものの、人々はそれを聞き入れなかったため、やむなく、白酒を再度売り出すこととなった。この日は半日どころか、夜半まで騒動が続いたという。 白酒の人気について、小泉武雄は前室、江戸名所図への鎌倉町豊島屋支店白酒を、小津で白酒を買いに訪れている客のほとんどが男性であることに着目した。小泉は女性へのプレゼントを買いに来ているものと推定し、日本酒は酔うための酒、辛口の男のための酒。一方、白酒は甘い女性向けの酒です。 確かな技術力がないと、いいものができないのは同じですと評した。その白酒を、山なれば富士、白酒なれば、豊島屋と言われるまでにしたのですから、まさに、江戸名物ですと江戸文化への貢献を称賛している。爆藩体制の画界から、明治維新へと時代が激動する中で、豊島屋は武家への貸付金などが、回収不能となったために、倒産の危機を迎えた。この頃から、 明治末期まで、豊島屋の名は、歴史資料から遠ざかるが、1900年に発行された、新鮮東京名所図へ、第22編や1911年に発行された、東京年中行事という本に、豊島屋は、鎌倉菓子ではなく、水戸城町にあることを示す記述が見られる。ただし、区電によると、水戸城への移転は1923年の、関東大震災の後といい、 移転の時期は定かではない。豊島屋は明治時代後期に奈良の蔵で酒造りを始め、自社の日本酒、金婚を売り出した。金婚という名は、豊島屋十二代目、当主、吉村正次郎の公安によるもので、明治天皇の銀婚式にあやかったものという。白酒とみりんは、大正時代から府中で製造を行い、1932年1月1日観光の、 種類製造者名簿に、府中の甲で、白酒、みりんの記載が見られる。マサジローは1935年4月に、奈良の倉と府中の吉村酒造場の合資会社として、豊島や酒造を設立した。さらにマサジローは、東村山の川島百造所有の蔵を購入して、第二次世界大戦の終戦まで、清酒の醸造を小規模ながらも続けていた。 1936年にはそれまで個人名義で行っていた小売業を廃して株式会社とし島屋本店を設立した。し島屋は第二次世界大戦の前には白酒の販路を日本全国に広げていた。関東以北、樺太までをし島屋が担当し、九州方面などを明治屋に委託して流通させている。し島屋では1943年まで白酒を 作っていたが、第二次世界大戦の戦局が悪化すると、倉は軍需工場となり、白酒の製造は中止された。1944年11月29日、B-29 による爆撃で、神田から大手町一帯は大きな被害を受けた。店がった場所は焼け野原と化し、焼け跡に金庫のみが残っていたという。戦争中には、 東村山の蔵にも爆弾が落下したが、幸い不発だったためこちらの消失は免れた。水戸白町の店は、第二次世界大戦終戦後に一帯が、新中軍のモータープールとして接収されたため、猿学町に転して営業を再開した。終戦後は、材料の関係で本格的なものが作れないという理由で、白酒の製造を中止していた。後に白酒も、 東村山の蔵で古来からの製法を守って、石臼きでの製造を再開している。豊島屋15代目当主の吉村隆之は、石臼きでの製法を守り続ける理由として、グラインダーで、機械的にすりつぶしたものはすぐに沈降してしまうが、石臼きのものは沈降の速度が非常に遅いために、キメが細かく口当たりの良い白酒ができることを説明している。島屋の白酒は、 1925年に剣能を宮内省に願い出て許可を受けた。以後は、ひな祭りの前に皇室への納入を行うようになった。毎年2月には、豊島屋の当主が自ら、白酒を秋篠宮家に届けている。豊島屋では21世紀に至っても江戸時代からの伝統を守り、白酒の売り出し時期をひな祭り前の一時期のみに限っている。と島屋の白酒は、 江戸を舞台とする小説に時折登場する。その例としては、佐伯木康秀の鎌倉貸し物りも控えシリーズ、平岩弓江の音熟川蝉シリーズが挙げられる。佐伯木が鎌倉貸し物りも控えを書き始めたきっかけは、まさに江戸名所図への鎌倉町都島屋支店白酒を、小麓を見たことだった。書き始めの頃、佐伯木は都島屋が現存して、 商売を続けていることを知らなかった。物語が進んでいくうちに、一通の手紙が佐伯木のとに届いた。手紙の差出人は、後に、豊島や十六代目当主となる、吉村俊之だった。あの舞台はうちですという内容に、佐伯木は驚いたが、それは頭の中の平成と江戸は別物という思い込みのせいであった。この手紙が契機となって、 佐伯は現代と江戸がつながっていることを再認識し、江戸の存在がさらに身近なものになったという。鎌倉貸し取り物美化への第一話、あだ内ちでは、物語に、豊島屋の白酒売りが登場する。そして登場人物の、千穂は、豊島屋の看板娘という設定であり、後に続くシリーズを通して、重要な役割を果たすことになる。平岩の、御宿川蝉では、 筆屋の女房と、秘曲で、豊島屋の白酒に触れている。そのうち、筆屋の女房は、白酒にまつわる巨言から始まる文尺を描き出した作品である。1400樽をマスに直すと560国となり、これは1800リットルに相当する。1900年に発行された、新鮮東京名所図絵、第22編1では、豊島屋が、 水戸城町に移転した時期を1885年のことと記している。ただし、1892年に発生した大火で消失したという。ありがとうございます。